茂松元吉明治7年4月13日は、江戸時代後期の佐賀藩士。佐賀の乱の首謀者の一人、佐賀の七賢人の一人、島吉武の弟。文政7年、佐賀城下の成功時に、島吉武の弟として生まれる。兄と共に、藩校行動館で学び、長じて、茂松家の養子となる。鍋島に徴用され、上横の大官を務めた後、 鍋島家の江戸藩帝公用人となる。しかし、明治維新後は、無役となり、新政府の氏族に対する政策に不満を持つグループが、兄義勇を名手に、有国党を決闘するとその開軸となった。1874年、有国党は、江戸新平を党首とする、聖藩党と共に、佐賀の乱を引き起こすが、準備不足もあり、短期間で敗色が濃厚となる。 その際、元基地は同じく有国党の幹部である中川義順と共に兄の命で島津久光に急戦の仲介を頼みに鹿児島に向かった。二人は久光から政党軍を率いる大久保利道に死者を送らせることには成功したが、大久保はこれを拒否した上二人を捕らえさせている。その後行われた裁判で兄義雄、弟で有国党の実質的な指導者であった。 添島吉からと共に資材となった。墓所は佐賀市の最高でいら、ありがとうございます。